だから。あ、でも一緒です。一緒です、はい、仲間です。仲間です。これからもよろしくお願いします。でね、れいちゃんはこういう風に見えて、今度はこうマッキントッシュなの。趣味マッキントッシュって書いてね。じゃあ自分でこうホームページとか。そうなんです、パソコン自分で持って、自分で全部こうホームページとかも作って、個人的なもスケジュールとかそういうのをね、あと猫飼ってて猫好きなんで、猫の写真とか取り込んでそうなんですやったりとか、もうここのね、このグループはさ、才能あふれる人ばっかりだね、衣装作りでしょ、ね、でかあのひじちゃんはさ、あのいわゆるコスプレ関係の雑誌にライターとしてこう書いてたりとかね、出てるんだ、すごい、そんな才能まで、ね、書いてるでしょ。で衣装は作るでしょ。その衣装でずっと行くんですか。それが問題なんですよ、そろそろ次の、そろね、夏のイベントで結構疲れてきて、そろそろ次のそこでですよ、はい、じゃじゃーん、逆さまじゃないですね。OK ですよ。OK ですね。次のコスプレックスの衣装、大募集、チャンチャンチャン、よろしくです。番組見てる人たちから、そうです、コスプレックスにこの衣装みたいな、ああ着せたい衣装、あったらぜひ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 、なんかね 3.5 次元のなんかアイドル、あ違う、ガールフレンド、はい、 3.5 次元のガールフレンド、キャッチコピーを、それに見合ったね、コスチュームを、ぜひぜひお願いします。お願いします。これ困ってる。それはデザインだけでいいのね。とりあえずデザインを、まあ、はがきかなんかで、あの実物だったらなお、ね、なお、オッケーって感じ。実物いいですね。もう作ってあるからね。作ってあれば、それは一度してみようかな。はい、じゃあこちらへ、はい、ぜひぜひ応募してください。待ってください。はい、ということで、はい、ね、3人の可愛い子、来てもらってるんですけど、いただいたわけですけれども、もう少しね、はい、時間をお付き合いしてもらいたいと思います、はいはい、以上、はい、以上、コスプレックスの皆さんでした。小清水泉です。好きなことは街中探索と森林浴と、あと絵を描くことです。今度山へ行って木々の紅葉を写生したりして感性を高めたいと思っています。元気の良さとノリの良さだけは誰にも負けません。将来は声優になります。声優目指すなら東京アナウンス学院。松浦隆です。僕は高校時代陸上部で円盤投げをやっていました。今は友達の家でバカ騒ぎをしたりゲームをしたりしながら楽しい毎日を送っています。僕はアニメが大好きです。将来は絶対声優になります。声優目指すなら東京アナウンス学院。続いては今日のコスプレさん、はい、ね、今日は2人のコスプレイヤーに登場していただきます。この方たちです、どうぞ。まあセクシーですよ。大きな窓から大きな景色。もう何やってるんですか。本当に女の子ばっかりで喜んでるんです、はい、ごめんなさいね、はい、早速紹介してください。すいません、早速、こちらが石毛さん、石毛さん、そして、二階堂あやめさんです。どうもこんばんは。早速なんですが、石毛さん、はい、これは何のキャラクター。これはあの格闘ゲームで、ヴァンパイアシリーズの中に出てくる、レイレイっていう女の子のコスプレですよ。レイレイ、レイレイ違うだろ。ダメですよ、おやじ役で。じゃあね、何回もやりますから。レイレイ、レイレイ、すいません、おやじで。どうせね。あ、そう、いや、ヴァンパイアなんとかっていうのは聞いたな、今まで。あの、猫とか出てくるじゃない。そうそうそう、ですよね。ね、なかなか多いですよね。うん、ですです。はい。はい。で、彼女の方は。私はサムライスピリッツの中のリムルルという、あ、セイゴちゃんが前やってましたね。リムルル、ね、やったね。アイヌの方のね。そうそうそう。あら、やっぱり着る人が違うとやっぱ違いますね。いろいろバージョンが違うんだよね。そのバージョンの違いにこうね、オリジナルカラーとかいろいろあるみたいで。普段これを着てコミケに行ったり。
ってます。やってるんですね。夏コミは行きました。それで行ったんです。夏コミは、はい、行きました。暑そうですね。それは暑いよね。なかなか、ダンスパーティーもこれで行ったら暑いよね。こんなことして踊らなくちゃいけないです。昔一回行きましたね。本当にこれに近いもので。痩せる思いですね。痩せてくれるといいんですけど。大丈夫ですよ。着れば着るほど。大丈夫、大丈夫、ね。さあ、どうですか、コスプレックスのコスプレイヤーフィジーさん。そっち被るよ。細かいとこまで作ってあって、すごい綺麗にできてるなって感じで、あのこのキャラクターはもう見た時に分かりましたか。あ、私分かりました。分かりました。両方ともゲームしたことあるんで。あ、したことある。見てすぐ分かりました。ゆうこちゃん分かんなかったでしょ。笑ってごまかして。ゆうこちゃん分かんなかったですね。ナコルルさんの妹さん、妹さんのリムルルさん、リムルルさん、レイちゃんはね、レイ、レイって、レイ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 しちゃったから、なかなか、かわいらしいですね。こういう風にね、いっぱいいるのよ、みんなでこうやって作ってる人たちがね。そうですね、仲良くしてください。お願いします。はい、どうもありがとう。また新しいのを作ったら、ぜひ見せてください。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。以上、今日のコスプレさんは石毛さんと二階堂あやめさん、そして、コスプレックスの皆さんでした。続いて4コマアテレコのコーナーです。アテレコしたいの皆さんです。どうぞ。アテレコしたい。あ、やめい。はい、続きまして作家さんをご紹介します。こちらの方から龍天音さん、そして、伊達ひばりさんです。どうもこんばんは。どうもこんばんは、ね。それじゃあ早速龍さん、見せていただきましょうか。見せていただきましょう。お、これは見たことあるな。これは元ネタは何ですか。かの有名なファイナルファンタジー7です。お、書くときにはどの辺に一番ポイントを置いたんですか。やっぱり最後のオチをどうつけるか。あ、どうつけるかね。じゃあやっぱり演じる時も、はい、このオチのね、はい、このツッコミね、まだ女装セット持ってたんかいというのがね、持ってたんかいっていうところ ね、思い切って突っ込んでくださいね。はい、今は初の視聴者からのね、そうそう参加ですからね、頑張って演じてください。はい、それでは龍天音さんの作品からです。どうぞ。よし、大空洞に向けて出発だ。ピカチュー。おう、そういやさっきアイテム整理してたんだが、ありゃおめえのもんか。あ、モデルヴィンセント・バレンタインさん、27歳、独身、恋人募集中。かわいいじゃないか。しかも俺好み。あ、私にはシドが。まだ女装セット持ってたんかい。バイティバ。はい、なるほど。ゲームの中でも女装趣味なんです。いや、あの女装イベントが出てくるんですよ。あ、で、これね、知ってんのはこの女の子だけなんですよ。いや、そうかそうか。どうでした。いや、完璧にしてこの男の子を選ばせました。あー、ね、よかったですか。やっぱり中身よな、はい、やっぱりその、FF を知らなくて、分かってないとね。私もね、ちょっとね、目が点、点って感じですよね。じゃあ続きまして行ってみましょうか。伊達ひばりさんの作品お願いできますか。はい、なんかこれも同じ感じですね。はい、ファイナルファンタジー7です。あー、やっぱりね、 FF ですね。はい、これは書くときはどの辺に。やっぱりオチですか。オチをね、もうこのキャラクター自体はよく描いてるんでしょ。そうですね、ね、絵はね、よく描いてるからあれなんだけども、そうね、やっぱりどうしても4コマだから最後はね、最後のオチをバシャーンとこう落としてくれないとダメなんだな。最後はね、決まらないという。思い切ってやってくださいね。頑張って演じてくださいね。はい、続きまして伊達ひばりさんの作品です。どうぞ。俺、セフィロスに憧れてソルジャーになったんだ。セフィロスってかっこいいよな。っていうか、いいよな、そのセリフもう20回は聞いたわよ。いい、クラウド、行かすぜ。ん、何。セフィロスはタコだったのよ。タコよ、タコ。違うよ、やめてよ。僕のセフィロスが崩れていくよ。クワシャ。
あーということなんだな。なんかなかなか初々しいですね。どうでした？バッチリ。バッチリ。バッチリ受けてますよかなり。このタコっていうのはどういう意味があるの？この絵のように、うん、なんかこんな風につけてるからタコなの。一番最後の、うん、こんな感じなんですよ。あ、こんな感じ。